今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。キャッ撮るいいじゃん、ピキャッ撮るいいじゃん、ピキャッ撮るいいじゃん、ピ。スマホの写真を簡単プリント、スマホとプリント、ピクサス。撮るいいじゃん、ピキャノン。女優の石原さとみさんが26日、キャノン新 CM 発表会に出席。 CM 内のいいじゃんにちなみ、最近いいじゃんと思ったことはと聞かれると、この間ニューヨーク行った時にプロレス見てきたんですね叫んでましたいいじゃんって、なんかもう迫力満点ですごい面白かったですね。プロレス会場にいる石原さんってなんか想像すると不思議ですね。俳優の向井理さんが26日、ヨーグルトの CM 発表会に出席。 CM 撮影時に着ていた全身真っ白な衣装で登場した向井さん、なかなか着ることがないので新鮮味と恥ずかしさを感じていますと照れ笑い。約2年前に行われたイベントでヨーグルト男子に任命されていた向井さんは、毎朝ドリンクタイプを飲んだり固形のヨーグルトをサラダに入れたりしていますとヨーグルト男子ぶりを発揮しました。お笑いコンビバンビーノと女優の松岡茉優さんが26日、フロムエーナビの PR イベントに出席。バンビーノといえばニーブラですが、松岡さんが初ニーブラのエピソードを語ってくれました。ちょうどフジテレビさんの番組だったんですけれど、 そうです、はい、そこで私実はニーブラされたことがありまして、で本当申し訳ない話、当時ですよ、はい、そのダンシングフィストン族を知らなかったんですよ、はい、だから何だろうこれと思いながら近づいてったんですね、はい、近づいてちゃったんですか。近づいてったらガバッてやられて、そうですね。バンビーノは8月27日のキングオブコント2015の準決勝を控えているということで、松岡さんからこんなエールも。私がもう帰りに行きたいぐらいです。おめでとう妊婦だ。あ、なるほど、ほんまに今聞きましたね皆さん、おめでとう妊婦。おめでとう妊婦しに行きたいなと思います。さてキングオブコント2015、結果はどうなるでしょうか。体調不良のため休養していた AKB48 の島崎遥さんが26日、自身のツイッターを更新。現在も治療中ながら医師と相談しつつ仕事を再開していくことを報告しました。島崎さんは今月7日、喘息の発作により仕事に支障が発生していると明かし休養を発表。復帰の具体的な日程は明言されていませんが、少しずつの活動となりますがご理解いただけたらと思います。今後も応援のほどよろしくお願いしますとファンに呼びかけていました。お笑いタレントの原口あきまささんが26日、日本テレビ系情報番組に VTR 出演。妻でタレントの福下めぐみさんが第3子を妊娠していることを発表しました。これまで長男と次男と男の子が続いていることから、今度は女の子と質問されると、実は男の子なんですよと笑顔。ますます活気あふれる家族になりそうですね。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。